南レバノン県は、レバノンの南部にある県である。県とは最大である。県の人口は約59万人、面積は929.6平方キロメートルで、ある。標高は0から1000メートルと起伏に富んでいる。住民は、イスラム教シーア派、スンニ派、東方正教、カトリック、プロテスタント、アルメニア正教と様々である。柑橘類やバナナの栽培が盛んである。 単に南部県と表記されることがある。独立時の5県の一つで、当時はレバノン南部全域を管轄していたことからこの名がついた。ただし1975年に東部4軍がナバティエ県として分立したことで、面積は半分以下に減少し、さらに国内最南端がナバティエ県へ移っている。レバノンの軍3軍に区分される。シティパブヤレーションでレバノン、 アドミニストレーティブディビジョン2021年6月28日閲覧プロビンセスオブレバノン s t a t o i d s c o m 2 0 2 1年6月28日閲覧カウンティーズオブレバノン s t a t o i d s c o m 2 0 2 1年6月28日閲覧ありがとうございます。